はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志3続きやっていきたいと思います。またちょっと10日ぐらい空いちゃったんでごめんなさい、確認からさせてもらいますね。遊んでんのが何人かおるはずですね。ここは軍艦いる。10国。そうですね。ここに残すべき人がいない。お金が少ないんか。かといってここもそんなに多くないんで、とりあえず移動。武金さん、はい。はい。で。7国、結構見れるね。9国は？そかそか、秦軍さんとかね。今商業投資やらしてんのか。あとは6国。それなりにいますね。8国。は誰が捕まったんかがまず分かんないな、この状態だとね。まあいいや。治水やっときましょう。そっか、土地開発を16。馬体さん使う。超人さんだね。はい。で、379。はい。はい。で、陳留ね。軍備は終わってるのか。9国で兵力34,000。3だけ残していこうか。はい、9国ね。カウンサー何にしようかな。カウンサー牙、はい。宝刀さん強度、甲虫さん、と、長雲さん、騎馬。で、馬長さんと、張飛さんは超えていくたいですね。で、長考さんね、長考さんやめよう。馬良さんの強度でいこう。
あー、いや、バリオさんもったいないな。やっぱり超高さんですね。超高さん、どうでいきましょう。はい。お金はね、462。はい。で、兵糧は、61,320。はい。いや、いいでしょう。宝刀さん後ろからですね。で、高中さん、長雲さん、長飛田馬長さん、で、チョコさん、カウンさんね。してるね。お、宗純さんまた捕らえちゃった。あー、竜陽さんね。竜陽さんは取れるかな。はい。はい。落とし穴が怖いね。ちょっと石橋を踏みながら行きましょう。はい。あ、宗匠さん退却ね。あー、ちょっと待ちましょうか。ほい。あー、援軍早かったねここで待ちましょうか。はい。乗り越えてもよかったけどね。おや？突撃しましょうか。クリア。見てろ。ちょっとバックしながら、はい。過去演算捉えたね。
して、甲虫さんはこっちへ。はい。で、蝶さんは、はい。本体をね、やれば。あ、マンチョさん取られた。お、チンクさん逃げたね。雨降ってるからね、ヒアが打てないのが大きいですね。よいしょ。これでヒアが打てるね。よし、逃げたね。はい、総順さんは無理やね。はい、解き放しましょう。竜陽さんは来るでしょう。政治53、意外と低いね。カボエさん、はい、おう、あら無理か。はい、マンチョさん来る。うん、戦場ね、67、あー、そかそか、土管取ってるから、曹操さんも次逃げれないんですよね。っていうことは、4国を押さえときたいな。でも、ここだと、チート困るね。軍備は揃ってるから、問題ない。工作でもかけとこうか。156、はい。はい、小ですね。加工商さん、孫礼さんはダメだったのかな。どうしよう。まあとりあえず褒美いきましょうか。6789。
ましょうか。10国にね、はい、10万ぐらい持っていきますよ。はい、であとは、21国ね、5678、うん、まあ圧倒できることといえば開発ぐらいか。政治力は低いね。あー、そこそこ美宝さんがね、はい、調和、もう調和もいいんだけどね。はい、助手、うん、ここをね、修繕さんにお任せして、我々は旧国へ移動しましょう。あー、荘園さん残していこうかね。はい、2000、15万5、はい、修繕さんね。はい、河野、主さんに人探しをしてもらいましょうか。あー、いないっていうね。はい、会計、うん、会計はそうですね、国力ちょっと行くまではちょっと待ってね。全100円ね。生徒はね、輸送待ちなんで、はい、兼業。あー、そっかそっか、容疑さんとひいさんをね、送りたいですね。あー、でも容疑さんは、新さんとか仕上がればね、もういいような気がするな。とりあえず訓練だけね、はい、で褒美ね、6と8、あとは楽東さんだけか。あー、そうですね、で清涼ね。再送、あ、そうかそうか、工作率上げてたのか。はい、霊量、霊量もうちょいですね。県名、今治水やらしてんのかな。
南海。上陽。あー、まだ商業伸びるんですね。それは知らんかったな。香料ね。で、ジョナン。で、ジョナンにね、たくさん連れてきたので。チョコさんもね、文官でいいですよね。各駅さんに兵を預ければね、いいんで、ちょっと次のターン変えちゃいましょうか。で、加工商さんもね、加工商さんは将軍いけるんかな。無理っぽそうですね。孫麗さんもね、まあとりあえず、お金はいっぱいあるんで、5、6、7、8、9、10、11、はい、うん、これからですね、まだまだ。はい、10周。あー、そうかそうか、リクソンさんとか、拡散はともかくとしてね、工作やっておきましょう。はい、安定。慶応ね。うん。あれ。こっちの常用ね。どうしようかな。はい。5。5も仕上がっちゃったので。花弁をなんとかしたいね。ああ、そっかそっか、馬食さんと牛金さんの訓練があった。はい。それ以外は問題ないんで、よいしょ。ロコをね。深夜訓練やってたっていうことはそういうことですね。
はい、最後僕よね。あー税率高いな。はい、あーフォートさんちょっと減りすぎですね。まあその辺は仕方ないとして、で万長さん軍師に格上げしないとダメですね。51、あーそうか、海峡は曹操さんの戦場なんですね。そうですね、旧国はやっぱりガード固めとかないとダメな場所ですね。はいはい、それではですね、また、12月になりましたところで今回ここで終了でございます。ありがとうございました。では皆さんさよなら。